こんにちはヒロポンです、はい、今日はこちらのチャートでトレードをしてみようと思います。こちらの銘柄なんですけれども、8 4 1 0ン銀行です。2021年の1月8日からのチャートを見ていきたいと思います。今回はショートトレードでやってみようと思います。はい、えー、こちらがセブン銀行の1月8日現在の冷やしチャートになります。ヒロポンはこの銘柄、このチャートを見て、 買いで上昇を狙ってみようと考えました。その理由について解説してみたいと思います。はい、えー、この局面ですね、まず見ていきたいと思います。移動平均線の並び順から見てみますと、上から300、160、そして20日線以下の移動平均線ですね。短期の移動平均線たちがギューっと一箇所に収束している、集中しているといった局面ですね。 はい、中長期的にはまだ移動平均線の並び順は下落傾向中です、はい、続いて移動平均線の傾きを見てみますと300160この3本に関しましては下を向いているということがはっきり分かりますねですのでまだ下落傾向中ですね株価が下落していく時といいますのは移動平均線の傾きは下を向きますので下落傾向中の傾きです 中長期的には下落傾向を示しなおかつ下落傾向の傾きにもなっているということですね。じゃあそんな中どうして上昇で狙ってみようというところなんですけれどもこの20日線以下の短期の移動平均線たちがぎゅーっと1箇所に収束しているこの状況がいいなと思ったからですね。はいえー、こう大きくずっと と長いい間下げてきてきますよねこのあたりは移動平均線の間隔は開いていたのでまだまだ下落傾向中なんですけれどもこの220円付近ですかねになりますともみ合い始め下げ止まり始めましたよねそしてこれまで距離の空いていた移動平均線がぎゅーっと一箇所に収束してきましたはいえ3日線や10日線7日線なんかという普段 はあまり使わないような移動平均線も今回は表示させていますが移動平均線がぎゅっと一箇所に収束してくるのを具合を確認するためだけに使っていますねはい、えー、移動平均線が一箇所に収束するということはもみ合い局面ということですよね下げてきてからのもみ合い局面 下がっっってていいいの揉み合い局面に入ってきたといったと状況です、はい、通常もみ合いになりますと上に飛び出していくか下に下げていくかわからないんですけれども今回の場合下がって横ばいの後ですので上昇する可能性の方が高いのではないかということで上昇を狙ってみようと思います。 下落していく時といいますのは買う人よりも売る人の方が多いから価格はどん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 下がっていきますよねそしてこの価格なら買ってもいいぞという人が現れてくると今度売り買いが拮抗してくる状態になりますねそれがもみ合い状態ですよねはい、えー というと次の流れはどうなることが予測されますと、ここで買う人が増えてきたなら今度は売る人より買う人の方が増えてくる可能性の方が高そうだというふうに読むならば、売る人よりも買う人の方が多ければ今度は、 上上昇昇ししてていききまますすよよねね価格はですので下がって横ばいの後は上昇する可能性が高いということで買いで上昇を狙ってみようと思いますそして本日ですね20日線以下の移動平均線たちの上に要線でちょこんと出ましたのでここからトレードをスタートさせてやっていきたいと思いますはいまず02ですね売り買いのポジション をこのように表しますけれども、まずは打診買いということで、02のポジションで入っていきたいと思います。はい、えー、このままぐん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 上昇してくれればいいんです。けれども、やはりこれ。 まだもみ合い局面ですので突発的には下げたりということも起こりえますのでそういう時には空売りでヘッジを入れてしのぐなどして買いを守っていきたいと思いますそしてまたチャンスがあればこの買いを追加しながら上昇を狙っていけたらなと思いますはいではいきましょうそれでは明日ですはい、うん、いいですね比較的飛び出してきた感じですね この辺り、ずっと株価が動かないこの辺りに対して飛び出してきたような感じですね。では、このまま上昇するのでしょうか。はい、見ていきたいと思います。まず第一の関門はこの230円という10円ごとの締め、かつ下向きの6日線ですね。はい、長い期間、3ヶ月前、3ヶ月間ずっと6日線にタッチしていないですよね。はい、どうなるんでしょうか。 一旦返されるのか、抜けてくるのか、どうなるんでしょうか。それまた、そ,そうならずに、届くことなく一旦下げ始めるのか、見ていきましょう。それでは明日です。はい、うん、上昇してきましたね。いいですね。上昇してきまして、わずかに60日線には届いていないんですけれども、はい。 上ひげ陰線で230円という10円ごとの節目にタッチしていますよね。はい、どうするかといったところですね。うん10円ごとの節目、なおかつもう間もなく60日線の手前ということで上ひげ陰線ですので、そうですね、どうしましょうかねうん。ポジションは02ですね。はい、ここはちょっと返される可能性が高い。 とといいううこでですので一旦出ししまままってしまいましょうかねショートトレードをやるつもりでエントリーしたんですけれども、まあ、利益も出ていますので一旦、まあ、キリンがいいところというのもあるので一旦ここは出締まってみたいと思います。はい早々に利益確定 ちょっとショットガンみたいなトレードになってしまったんですけれども、切、ま、り、あ、がいいので一旦手締まいました。もっと下の方でうね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 やってくれたら、ここで買いを追加したりというのもできたんですけれども、まあ、一旦手締まって、この後どう動くのか様子を見てみましょうかね、まあ。希望としてはこれ下げてくれた方がいいですよね。下げてくれて、もう少しこのこ,こでもみもみしてくれたら、再度買いでエントリー。 ししましょうかね一応そういうストーリーで今回は利益確定してみました。はいでは損益を計算してみたいと思います。 はいえー損益を計算してみたところ3円の値幅が取れたということになりますね、そうですねこの価格帯ですと1%ちょっとといったところですかね、ショットガンと考えるならばこれはこれでいいのかなといったところですはいえーでは、このあとはちなみにどうなったんでしょう、返されましたね、はいまあこのまま継続してもよかったんですけれども、一旦もう返される可能性が高い。 感じがしましたのでまあ、一旦手締まってみるといったトレードをやってみましたはいそれでは皆さんさようなら最後まで動画を視聴していただきありがとうございました株は技術です繰り返し練習すれば上達すると教えてくださいますこれからも随時動画をアップしていきたいと思いますのでチャンネル登録をよろしくお願いします また通知のベル押しもよろしくお願いします。